よし、じゃあ行くぞ、江戸。かかってこいや。さあ、ここはまあ、一番審査の距離をね、一番審査距離を持ちつつ、よしよしよし。さあ、ここもまあ余裕ね。ここも余裕ね。余裕の余地。ね、余裕の余地、よっちゃいんか。ね、余裕地。余裕逆先的な感じやね。さあ、で、ここからだ。気をつけろよ。まだね、これ1回目やからな。1回目で成功させなあかんからな。ここで、ここで確か出る。あ、よしよし、出てきた、出てきた。で、確かここ4回。4回だったよな。ここまで行くんだ。はぁ、ちょちょちょい。あ、ここだ、ここだ。正解はここのルートや。オッケーオッケーオッケー。俺、ちゃんと覚えてたね。やつ、さすが。1周目でね、もうあんな9回もやってたからね。もう、そんなこともあったから、なんとか行けたわ。よかったよかった。この辺で出てくるなぁ。この辺で出てくるなぁ。よいしょ。よし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 。で、下に降り。あれ、おかしいなぁ。なんか、何度もやってる記憶があるんだけども。いや、違うな。それは、あれだ、1周目プレイでやってる時の記憶や。よしよし。じゃあ、よし。2周目プレイはなんとか一発成功で頑張るぞ。ああ、そうそう、ここに亀裂があること忘れてた。よし。で、この辺でね、ウィルが確か出てくるはず。ね、よし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 。キラークイーンのスイッチを押させるな。あれ、おかしいな。何度か記憶が、やってる記憶があるんだけどな。あ、それは1周目プレイの話か。よし。この2周目プレイの時はなんとか一発成功で頑張るぞ。さあ、ああ、そうそうそう、この亀裂のことすっかり忘れてた。さあ、なかなかね、この戦いが9回ぐらいやってるからな。1回目の時にはもうさすがに9回もね、同じことをやるのもね、ちょっとね、しんどいもんね。だからもうここは一発成功でね、やっぱちゃんとしてやっといて。うわ、さすが鎌倉さん、やっぱもう鎌倉さん、やっぱ言うだけのことある。2周目プレイはもうさ、初見だから仕方ないと思うけども、2周目は初見じゃないのにね、まさか一発で成功するなんてねっていうね、コメントとかね、そういうのがたくさん意見をね、こういただけてることをね、想像しながらね、私はこうやってやっとるわけでございますよ。さあ、行くぞー。ここは回り道をしてね、確かここで打ち舵外すんだったかな。うん、あ、そうそう、あったあったあった。で、確かここ下に降りるん、ここなんかどっかでね、出てくるはずなんだろうな、江戸が。瓦礫があるから、下に降りるのは瓦礫があるから行けないから、あ、ここか。で、よし、ここで行こう。で、あ、そうだ、このルートだ。うわーっと、危ない。で、ここは、ここどこだったっけな。ここが、ここどこだったっけな。多分出てくるはず。あ、関係なかった。おお、危ない危ない。よしよしよし、ルート合ってるぞ。ルート合ってるよ。いいよ、カムちゃん、ルート合ってるよ。で、ココナッツ。で、階段をガンガン降りて降りて。で、降りて降りて。で、ここも降りちゃって。で、出てくるだろう、そろそろ。出てきたー。で、ここもくぐり抜けて。で、おー、つかんで、つっかえてやんの、お前、だっせーな。あー、で、あー、来た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 。で、ここに行って、下だ、下を行け、ここだ、行け、間に合い、よっしゃ、間に合ったー。 This way, stupid! そう、こっちだ、マヌケ。で、お、ソフィーの、心配になって戻っていっちゃったけど、ウィル、まだここにいるのかな。戻ってくんなって、怒鳴られたら嫌だな。あの子、弱虫のくせに怒りっぽいのよね。なんか、小動物みたいな可愛いけど、あら、わかっちゃう？そう、小動物もね、そういう風にね、ちょっと警戒心抱きながらもね、こうやってね、うんってやるんだよね。最近うちのモルモット2匹のクロエとベールもそんな感じですよ。もう自分が朝にこう、チモシ入れ出したらね、めっちゃはしゃぐくせに、寄ろうと思ったらね、シッってこうね、逃げ出すっていうね。なんやねんおう Mr. Keith? What happened? Those wounds? なんとかキース、ここまで来たんだ。Sophie, lend me a hand. Sophie, 手貸してくれ。よかった。それでなんとかキースは助かったんや。ああ、できるように遠くはしろ。
時間を稼なきゃ。ちょっと噛んじゃった。よし急げー。キャー。あれ、まあ、ここのステージはね、一発成功するっていう風には言った覚えはなーいもん。ぬあーい、ぬあーい、よいしょー。よーし、いけたー。行き止まりで、いよいよ最終バトル。 Well Keith should be long gone by now。 そうだよ、キース今頃もう逃げてるぞ。I told him to run away while I was leading you around. There's no point in just hanging me, right? So this is it for you. まあここあれだよな、まさにあのウィル幼稚園に聞かしたな。妄想にとらわれちまくったエドやったから。I was always uneasy. I was worried I was delusional and nuts. So the fact that you believed me about Pop and understood what I was saying.It made me happy.、うん、But it's no good. If you completely go into your own world, you're ultimately gonna be all alone. You can't keep living like that. You won't have faith in yourself. それじゃあこの先生きていけないっていう風にいいこと言ってんだけど、俺も一瞬これじゃあこの先生来ていけないっていう風に見てしまった自分がすごく悲しい。I need to get out of the room I've been in.I need to become an adult. Don't you too? どうだよ、一生引きこもりになって生きていくつもりなのかい。外に出て頑張ろうじゃないか。 Sacrificing someone won't make you happy. Even if it does, you'll definitely regret it someday. Especially when you're as kind as you are. どうだよ、元は絶対心優しい少年、あの、青年だったのにね、エドは。 You need to leave that rundown place.And shake off those delusions haunting you. Atone for your crimes, Ed. That's what you need now. で、苦しめのマウントかい。 I don't know what to do anymore. I know there's something wrong with me, but then what should I do? いやでもこの江戸をやってる声の人のなんだろう、この演技はやっぱすごいなと思う。いやみんなすごいんだけど。Rob, they're gone. No one can tell me. みんなすごいんだけど、このなんだろう、こういうなんか本当に苦しいんだよ、エドっていう風に言いながら、なんかこのちょっと殺意ある感じ、狂ったような感じの言い回しはうまいなーってちょっとやっぱ思う。Listen to what I'm saying. Is no other way. っていう、ね。Even if you become happy that way, it'll still just be you. You'll always be all alone. And someday, you'll end up hanging yourself. I don't want that at all. I'll never be a hanged man. So I will be never hanged man. そうか、それがソフィーと合流してたのか。Are you okay? 助かったよ、ソフィー。ソフィー。そしてキース。キース。I。でも本当はウィルめっちゃ怖かったやろにな。You did good。うん。よく頑張った。That was pretty cool。俺よりじゃないけど、かっこいいぜ。で、安心してね、しまって、もう、ぐたーってなった。お、新しいシーン。Jeez, I can't stand to watch this. Don't cry.
お、これもしかしてウィルとポップが初めて出会った時？ Is somebody there? Is somebody there? Over here, Will. こっちだ、ウィル。Mr. Rat, you can talk? ネズミくん、君喋れるの？ Hey, Will. Why are you crying? なあ、ウィル、お前なんで泣いてるんだ？ It's been a while since Dad died, but I still get really lonely sometimes. なるほど、I think maybe...I'll never see Dad again. お父さん死んだ時から見るポップ喋るようになったよ。Hey, what's crying going to do for you? Your dad's just gone on a long journey. You'll definitely meet him again someday. To get ready for then, you gotta be a real good man, Will. A real good man? A real good man? I was just thinking about how he could escape from this cage, but I'll put that off. I'll be someone you can talk to for a while.もうポップ面白いな。俺はどうやってこの手刑事から抜け出そうか考えたことがもう少しだ。しばらくの間話し合いたいなとやるよ。So、don't そして優しいな。だからそうやって一人で泣くな、ウィル。優しいなポップ。Your stories are always really funny. Oh, Billy talked to me a lot too, but it's a lot more fun talking with you.Old Billy, eh? Of course that old man's preaching is boring. Old Billy, だって、あんなじいさんの説教なんかつまらない決まってるぜ。Come to think of it, I haven't seen Billy since you came. Or Mime, or Murdoch, or Misery. あ、そうなんや。Yeah, they won't be coming back no more. Because I sort of came in their place. What do you mean? Meetings and farewells come in sets.And it'll be the same for me. Someday I'll leave your side. So... You're going away? Of course.、Mm. After all, I'm a world-traveling super rat. Can't just sit still in one place. もうその世界を旅するスーパーラット一つの場所に落ち着いてなんかいられないって言ったらもうあの人しか浮かばへんねんけども、世界を股にかける超絶有名なネズミといえば。I'll stick with you for now because you're pitiful.But I'm planning to set out again soon. まあでもいいね。ポップもまたいいキャラクターだよ。I don't want to be alone. I'm lonely. Dad left me without saying anything. Mom might do the same thing. And people say I'm a weirdo who talks to nothing.I have a few friends at school, but I don't have any friends I could tell the truth to. I'm scared that someday I'll be really, really alone. If that happens, what should I do? その時は、ツイッターなりで一人ぼっちなってつぶやくて仲間を増やそうなんてことは言えないな。Will, Will, Will. Will, Will, Will. Didn't I tell you?Gotta be a real good man. Oh, 言ったよな。お前は本当にいい人間にならなきゃいけないって。A real good man knows there are hellos and goodbyes. He takes action and tries to see the world for himself. Sure, there's a lot of people who will leave you, but there'll be a lot of people you meet too, see? Hey, Will, you realize that? You're a real clever guy. You're not just a scaredy cat.You're super sensitive to your feelings and changes around you. You think hard about even the smallest things. You try to figure out what happens and why it's that way, and you give it a name and make it yours. Those are your treasures, the essential pillars of your world. めっちゃいいこと言うな、ポップ。ちょっとすごく勇気もらうわ、本当に。But whatever you do, those pillars crumble. You gotta get new ones.Or else you can't keep up with the world. ああ、まあ、なるほど。まあ、そうね。時代は進んでいくにつれて変えていかないとね、柱はずっと同じものってなるわけじゃないからね。どんだけもう鉄のやつで作ったとしても、まあ、結局やっぱ、ね、朽ちていくもんやし。You gotta meet lots of people, experience lots, and keep your world fresh. Do that and you'll never be alone. おー、なるほどな。So listen, Will.You should never despair all alone.
You can't hide in your own world. でもそう考えたら、自分もこういう、なんだろう、ちょっとした一歩の勇気で、なんだろう、ゲーム実況者をやろうみたいな、視聴者からやろうっていうふうに思って、で、まあもうね、6年ぐらい、もう6年経ちましたけど、ね、やっぱそのポップの言ってたように、自分自身の、まあ、柱はどんどん朽ちていても、その世界は広まりましたよね。いろんな人と知り合えたし、で、いろんな、その人と、この、こう、なんか、こう、関係が結べての、なんか、新しい世界を見たというか。When you're uneasy, you could always remember me, the super rat who gives your little self courage. ああ、じゃあ、俺ももう、なんか不安になった時とか、もう寂しくなった時はいつでも、ポップを思い出すわ。I know. I know, Pop. I knew this moment would come for a long time. It's time for us to part. I know that, but I hope you forgive me for still clinging onto you. It's just, I wanted to say goodbye.Does your injury still hurt? なるほど。It's better when I'm moving around instead. そしてこのイチャイチャ、ご夫婦のイチャイチャタイムが。Maybe it hurt less if you gave it a little kiss. 君がキスでもしてくれや、痛みが減るかも。Not in front of a child, honey. 子供の前で変なこと言わないでよ。He's not a child anymore. あいつはもう子供じゃない。Then...I guess I can't say no. ここでヘレナさんもさ、仕方ないわねって言ってさ、もうしようとするところ、本当にキス好きなんだなと思う。あ、ちなみに酔っ払うと噛み癖がすごいっていうのもね、最近知りました。Child, so、do as you please. おっしゃる通り、子供じゃないんで、どうぞ好きに。So you're awake. How are you feeling? 照れてる姿がまた可愛い。お目覚ましたか？君はどうだ ？My soul's hurt like hell. No, I bet they do.After all that running around. 足の裏と空この空ちょっとイチャラブな空気感がいて。Are you okay? Should I call a doctor? Are you Keith's wife? Keith の奥さん? Yes, I'm Helena. It's nice to meet you. Your mother's on her way here now. You can meet her soon. I'll go tell the doctor you woke up. Thanks.いやー優しい。もうヘレナみたいな奥さん、nice. いいよね。There's no seams about it. She is. 優しそうじゃなくて優しいんだ。そしてキースもそれ以上に優しい。Keith, what happened with Ed? He confessed to his father's murder. He's being questioned now. Robert's seriously injured, but.He's alive. We're waiting for him to regain consciousness. 前回はごめんね、ロバート。もうあんな編集してしまって、思いっきり死んでしまったかのように。俺は死んじまったなーって。Their trial will be starting soon. You might need to give some testimony. Are you up for it? I'll be okay. I can see what happened. David. さあ、来た、デビット。Keith, thanks for calling me. You're late. He just woke up now.I'll step out for a second. Take over for me. じゃあここで腹違いの兄貴の原骨が。David, Ow! You idiot! What were you thinking? Disappearing without saying a thing? 本当だね。But I mean. No buts. Do you know how long I was looking for you?I caused you troubles, so I thought I shouldn't cause any more. Didn't you realize disappearing would make me worry more? Doing something so conceited and... You're like your father that way. Sorry. I'm sorry.まあね、でもこう見るとなんか Let's
talk a little. ミルもいるで苦しい思いしてたわけだしな、ずっと。Got it. Okay.新しいシーンだ。Thought you quit smoking. 本当だよ、さあ、そういえば、タバコやめようから言ってたやん。タバコやめるんじゃなかったのか ?This is my last one. あら、これが最後の丸ごろです。あ、じゃあな。デビットは、まあでもデビット丸ごろかな。キースが、アメリカンスピリットっぽい。もう父親の遺品から見つけたらしい。もう必要ねえだろうから抜いといた。これがきっかけであいつはここまで来たんだ。お前のような悪魔の子の手紙だ。You wrote this letter, didn't you? Why do you think that? It's your writing. When have you seen my writing? On the paperwork for the world's worst tour. Got a chance to see it after the fact.はい、この史上最低古城ツアーの申し込み書って書いてますけど、この史上最低古城ツアーに関しては、ぜひ、キースが主人公でやってるザ・ブリーマンをご覧いただければわかります。そっか、捜査資料見るもんね、その時に。誰が参加者したのかとか、その筆跡でか。Why'd you write this to him? Were you trying to threaten him? You got one out of three. Yes, I'm the one who wrote that. But...I didn't mean for it to be a threat. And most importantly, it wasn't addressed to Will. It was to my father. Eh? I really resented my father. I was 14 at the time. I couldn't forgive him for abandoning my frail mother. そうだったね、確か。But one day, when he sent pictures of his child, I had a thought. Sure, I resented my father.But was there any reason to resent this child? You're a demon child. Someday you'll be burning in hell for your sins. That's only the first part. But you're blessed because you had a blessed child. Your child gave you light, showed you the way. Go on, you pitiful man. No one's going to blame you anymore.Familiar with it? It's a quote from Detective Crawford, specifically the Hanged Man episode. My father liked the show and watched it with me. I figured he would know the line, so I didn't even need to write the rest, but I did include the card as a hint. あ、だからハングドマンのカードつけてたってことか。Any child should be blessed. They shouldn't be burdened with their parents' sins.These were words of celebration only he would understand. I just hesitated to write the celebratory part. It was sort of meant to be playful. I'm sure my father must have understood it. That's why he held on to it. Why'd you call his mother? It was about money. The money my father left before he left home. I hadn't touched it the whole time. I set aside some for my mom's funeral, but there was a lot left.Then, I remembered Will. Still in junior high, so I thought he might need money soon. Shirley told me I could do what I wanted with it, too. さすが、シャーリーさん。さすが。But before that, I wanted to tell Will about her father. So I called Cindy, but she refused me. She said it was too soon to tell Will what his dad did. なるほどね。But I talked with Cindy again earlier, and she understood.Because when Will finds the path he wants, she doesn't want him to have to give it up because of money. You can just take the inheritance, you know. You're bound to need it sometime, too. It's stubbornness, plain and simple. I felt like I should support my family with the money I earn, not my father's money. なるほどね。Maybe in spring, I should invite him to a baseball game or something. Oh!あれかな、ニューヨークヤンキースか、もしくはレッドソックスとかかな。And if I went with Will to visit his grave, I wonder what our dad would think there in the afterlife.
I'm sure he'd be happy. It's about time for Will to take off. Not going to see him off? I talked with him plenty earlier. I'm fine. Right. Me? I'm not sure what I'll do. What's the matter? It doesn't feel good keeping secrets from kids. I get the urge to tell them the truth. I don't think telling the truth is always a good thing, especially when it's to a kid. Guess so. もしかして。It's cold. キス。I'll go on ahead. Mom? Sorry for worrying you. You're saying that now? I worry about you every day. I'm glad that I got to have a proper talk with David thanks to you. Though, leaving without a word to me? Not so much. If you make dinner tomorrow, I'll forgive you. I look forward to it. The train's about to leave. Come on, quickly. Will! Sophie! あれ、ポップだったんだ、やっぱり! Good, I made it in time. You're leaving already? I decided to go back home for now. Ah, that's good. Did you find Pop? Oh, really? I heard about you and David. Did you talk with him? Yeah. What did he say? If it's fine with you, you can think of me as a big brother. I want to get along with you. He's so dumb. There's no good reason to have a gloomy guy like me as a little brother. What are you saying? David said that because that's what he wants. Or is it because you don't want that? No. It made me really happy. Sophie. Thanks for everything. For helping me out. You should really look at people when you thank them. Stop it! Don't touch me, you dummy! Sorry to butt in, you two. What is it, Mr. Keith? I'm sorry we couldn't find your rat. ここでは見つけられなくてごめんなって言うんだ。It's okay.Pop told me all the time, I'm a world-traveling super rat. Can't just sit still in one place. He stayed with me because he pitied me, but maybe he thinks better of me after this. So I'm sure Pop set out on his way. I'm guessing Pop won't come back, but maybe somewhere far away we'll meet again. It's really sad to think of it as a final goodbye, but by the time we meet again,I'll be a good man who you won't be ashamed to call his friend. 大人になったな、ウィル、本当に。Right. That sounds good to me. Cold out here. David said once it warms up, he wants to go to a baseball game with you. So come back in spring. Give me a call when you come visit. I'll tell you all the good places in town that aren't those creepy woods. そうそう。もっといいところいっぱいあるよ。ねえ。安眠、あの、あれやったらソフィーに言ったらもうすぐ安眠できるしな。OK。Thank you。春になったらますますウィルは大人になっていくんやろな。この冬の季節で大きく成長したな、ウィル、本当に。ああ、絵が変わってる、タッチが。
グッドエンド2タイニーラッドジャーニーということで、どうもどうも、本当にもうなんかいいゲームだな本当めっちゃつらと思う。あーもうなんかもうグッとくるね。そしてなんかこのいい演、なんかこの下のいい演出、いい演出ってわけじゃないけどデビッドとソフィーがね、やってきて、いやー素敵やん、キースとかのこう、いやでも本当にね、このなんだろう、マンシリーズって本当やるたび思うんですけども、本当にいいゲームだなと思うんですよね。なんかもう映画よね、もう映画をこう見終わったかのようなこう気持ちになれるというか、まあでも今回はまあ2周目プレイということもあってね、まあ、結構その怪獣とかもちょっと裏でこう頑張ってやってたのもあったので、結構な時間かかっちゃったのもあったんですけども、まあ、これまさになんか無事に達成したというなんか大きな達成感と、あとはやっぱ2周目プレイして本当になんか本当のこう真実というか、なんかよりもっといい話をこう見れたという、そうなんだろうね、なんかもうこう見るとすごいポップがすごい主人公な感じがもうね、あ、寝よった寝よった、ね、寝顔も可愛いな。そしてまあそのマンシリーズなんか通していけば、なんか季節を感じますよね、本当にその都度その都度季節のなんかこう物語みたいな。なんで、あのクルクトマン、デビットを含むクルクトマンが春のなんかそのなんだろう、新天地のところで待ってた、その首が曲がった男のこう悪夢とかでも待ってたのがあったりし、でソフィーのその夏っていうのはそのなんだろう、眠れない状況になる、その自分の中のいろんなこう我慢してたものを全部吐き出すっていう、なんだろう、こう学生時代のその休みの日からの間でのっていうのがあったりとかで、で秋は秋でそのキースとかの古城ツアーとか、そして冬のハングドマンという、まとめきれなかったけど、でもまあそんな感じの、なんかこう、春夏秋冬を感じました、このゲームの中で。いやー、よかった、サンキューホープレイングで、そして2回2周目プレイのグッドエンドグッドクリア、おめでとうございます。クリア特典としてキャラクター紹介、シリーズ作品紹介、声優様のメッセージをご用意しました。ごゆっくりお楽しみください。改めまして、ザ・ハングドマンプレイしてくださり、ありがとうございました。うん。うわー、いっぱいいる一人一人ずつメッセージに関しては、私個人で楽しんでいこうと思います。ということでね、最後まで見てくださってありがとうございました。じゃ、この後は、皆さんからいただいたイラストなどのご紹介しました。恒例のエンディングの方をね、まあ最後、もしよろしければ、見てくださればと思いますので、よろしくお願いします。本当に、改めまして、制作者のウリさん、そして、この制作を携わってくださった声優さんの方々、そして最後まで見てくださった視聴者の方に、心よりお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。ということで、また、次回の作品でよろしくお願いします。以上、カバクビでした。マンシリーズ最高！お疲れ様でした！